北九州市小倉北区の小倉高校では3年生267人が卒業式に臨みました。小倉高校の石川和人校長は代表の生徒に卒業証書を手渡した後、迷えば不安、決めれば自信、勇気と決断がこれからの人生を切り開いていくと花向けの言葉を送りました。楽しいに詰め込めるぐらいなんか充実した日々で、僕はもうやりたいことをいっぱいできたんで、薬学について、勉強していきたいので、薬学で日本に貢献できるような人材になったらいいと思います。3月のスタートを迎えた今日、福岡県と佐賀県では公立や私立の多くの高校が卒業式を開き、卒業生の門出を祝いました。